皆さんこんにちは。リスペクト FC ジャパンの会長になりました会員番号2番の田島光三です。よろしくお願いします。このリスペクト FC の取り組みは2011年の9月から始まりました。サッカー界にはさまざまなことが起こっていましたが、よりポジティブに考えるために私たちはリスペクト FC ジャパンの約束を提言いたしました。その約束は、私たちこの会員はエンジョイ、サッカーを楽しむことを誓います。バリュー、リスペクトの心を育て大切にすることを誓います。アクション、より多くの仲間を増やすことを誓います。このことを約束し活動しています。具体的には、相手チームの選手、審判、そしてサポートしてくれる親御さんたち、そしてコーチ、友達、学校の方々、さまざまなところ人たちを大切にしていこうということで進めています。そしてそういう人たちに私たちはグリーンカードを出したいというふうに思っています。これも私たちの試みの一環です。リスペクトというこの試みが日本中に浸透していくことで、よりサッカーの価値を高めることにつながるというふうに思っています。勝つことはもちろん大切です。勝つために努力し、最後まで全力を尽くすこともリスペクトの一つです。そしてその結果を受け入れ、そしてお互いしっかりと友情を育むこと、これもリスペクトの精神です。すべてのサッカー活動において、いや、サッカーを取り巻く活動すべてにおいて、このリスペクトの気持ちを大事にして、皆さんと一緒に日本サッカー界、そして日本の社会を良くしていきたいというふうに思っています。ぜひこのリスペクト FC ジャパンの活動に協力し、一緒にやっていきましょう。